レースクイーン、レースクイーン、レースクイーンは、モータースポーツ、自動車、オートバイなどのレースに参戦する各チームのスポンサーの、コンパニオンであり、職業美人である。主として20歳前後から30歳前後の女性が、ついている。RQ と略される場合もある。レース前配置、グリッドを案内するため、レーザーの名前と番号が書かれたプラカードを持っている、係員は、 主催者が雇ったグリッドガール、グリッドガールである。もともとはレース主催者などに雇われた選ばれた数名の女性、例えば鈴鹿サーキットクイーン等で優勝者の表彰などレース運営の中で一定のシンボル的役目を担う者を指す言葉だったが、現在ではそれらの女性をサーキットクイーンと呼び、チームに雇われたキャンペーンガール、キャンギャルを レースクイーンと呼ぶようになっている。また、レースクイーンという用語はもともと英語のの、サーキット版というニュアンスで作られた和製英語で、英語では上記のプロモーショナルモデルに加え、などの名称が用いられている。レースクイーンの分類としては、純粋にレースクイーンだけを制御とする者がいる一方で、学生やその企業の従業員が兼業で就業することもままある。また、 タレントや俳優として、なおなしたものもしくはグラビアアイドルなどでデビューした後に、年契約でレースクイーンを務めるコスプレイヤーやネットアイドルといったアイドル予備軍が参するなど、経歴や形態が多様化している。現役女子高生のレースクイーンといった低年齢化も進んでいる。1960年代後半に小川ローザラが、 サーキットでモデルとして活躍したのが起源と言われている。以後その形態にあまり変化はなく、開会式や表彰式のアシスタントとして従事する程度であったが、1984年に開催された日本最高峰のオートバイ耐久レース、鈴鹿8時間耐久ロードレースで、一部チームのキャンペーンガールがチーム名のロゴマークを入れた水着を着て応援し、話題となった。 1980年代後半のバブル、経済絶頂期に入ると、チームやスポンサー企業のロゴが入った、極めて布地面積が少ないハイレグレオタードを見に、まとった女性たちが、サーキットに多数出現し、人気を博した。それ以降、このようなスタイルが、レースクイーンの主流として定着した。特にオートバイのレーシングチームで、 キャンペーンガールを務めた飯島直子と岡本夏樹の大ブレイクで、レースクイーンはサーキットを飛び出して様々な舞台へと進出するようになっていった。日本のレースクイーンは芸能界、人気タレントやアイドル特に映画女優への登竜門的存在となっている。当時は日本以外の国ではあまり存在しておらず、レースクイーンは日本が発祥の地であると言われている。現在は、 レースクイーンを多く輩出する芸能事務所が多数あり、レースが行われない週末のカメラ小僧向けのアマチュア撮影会に所属のレースクイーンをモデルとして出演させて収益を得るといったことが行われている。そのため最近ではレースはスポンサーアピールだけでなく撮影会の集客の宣伝の場ともなっている。逆に現役レースクイーンの肩書き欲しさに イベントコンパニオン関連の事務所、中でもパチンコ系のイベント会社や、アダルトビデオの制作会社、ソフトオンデマンドなど、が、自社の金で、レーシングチームのスポンサーとなり、自社のコンパニオンや AV 女優を、レースクイーンに起用するといった例も見られる。特に、AV 女優を、レースクイーンとした、ソフトオンデマンドの例、2年のフォーミュラ日本で、山本清次大をスポンサードしたでは、 当時プレスのみならずレース関係者、一般の観客の間からも激しい批判が起こった。1990年代後半から、レースクイーンキャンギャル情報誌を名乗る、書籍、雑誌、ムック等が、うゴの竹の子のごとく次々と創刊されたが、オートスポーツ別冊として当初スタートした、ギャズパラダイス以外は、大方ほんの数年で、のきなみ休館、廃館に追いやられている。 国内モータースポーツで一番動員力があるスーパー、GT、g t 旧全日本 GT 選手権は注目度も高いため年々レースクイーンの数も増加の一途をたどった特に2003年には飽和状態に達し1レースで200名以上1台のマシン1 0名以上が立つチームも現れたことから翌2004年以降は競技の進行を円滑に行うため 一台に対する人数の規定が設けられた。しかし、実際は2007年までは5人以上いたチームも存在したため、全体で160から180人程度いた。2008年に正式に公式規則で4名までと規定され、人数も100人程度に減少した。2008年から2011年までは4名まで、2012年より6名まで、2016年から、 登録人数は8人に緩和、1レースに立てるのは6人で変わらず。韓国、中国でもレーシングガールなる女性がサーキットに花を添えている。欧米ではパドックガールズ、グリッドガールズ等の名称で決勝レース時のダミーグリッドでの看板持ちなどに女性を起用することが多いが、これは基本的にレース主催者側が用意するもので、日本のレースクイーンのように 各チームと契約して、レースごとに帯同する形態とは異なる。ただ欧米ではこれらの女性についても、性差別の症状とみなして批判する意見があり、実際に FIA 世界耐久選手権、WEC では2015年より、グリッドガールを原則廃止している。ただし富士スピードウェイで行われる、日本ラウンドでは、2017年現在も、グリッドガールが存在している。 F1 でも2015年ブラジルグランプリでは女性だけを起用するのは不公平との意見からグリッドボーヤガールとして男女混在形式が導入されたほか2017年末には WEC 同様にグリッドガールを原則廃止すべきとの議論が巻き起こったただしドライバーやチーム関係者はこれに反対している2018年1月には F1 が 現代の社会規範に適さないとして、レースクイーン、グリッドガール廃止を発表した。このように、レースクイーン、グリッドガールに対する風当たりが強まりつつあるが、元レースクイーンの女優のケリー・ブルックは、これまで得た中で、最高の仕事の一つでした。華やかに着こなし、明らかに見栄えの良いものでしたが、それを何かに利用されていると感じた子はありませんでしたと、コメントしている。これでは、 レースクイーンと結婚するミカサロのロマンスのようなケースが生まれなくなってしまうこともあり、懸念の声も広まっている。コスチュームのデザインは同じチームスポンサーであっても毎年細部を含めて変更されており、その時代の流行が多く反映されている。サーキットのイメージガールである本来のレースクイーンの活躍が見られた時期、コスチュームは T シャツか タンクトップとホットパンツの組み合わせに足元はブーツといういでたちが一般的。季節によって丈の短いジャケットが加わる場合もある。タスキは筆形で時代やサーキットによってはミニスカートやティアラも見られる。まだロングヘアはあまり見られない。当時のエアロビクスブームの影響から足ぐりの角度を極端に上げたハイレッグカット、ハイレグの ワンピース型レオタードが主流となり、これにスポンサー名を直接プリントするか、またはタスキが用いられる。下には海外製を中心としたジャズダンス用の街の見えない光沢のあるストッキングが組み合わされた。また TE バックタイプのレオタードを着用するレースクイーンも多く見られた。ピンヒールと大きな傘、そして当時流行の髪型、初期はレイヤー。 その後ワンデンやソバージュと共に、レースクイーンの象徴的なスタイルとして強い印象を与えた。フェイスメイクは色黒、太眉が主流であった。ハイレグロ線から転換し、極端なミニスカートのワンピースが主流となる。スパンデックス素材で作成された体のラインが、そのままに出るものから、徐々にエナメル素材、PVC のものへと変化しいった。ワンピースの利点は、 布地面積が広いことであり、スポンサーロゴが大きくプリントされ、企業やチームカラーで色とりどりにデザインされた。大きな襟がついていることも特徴的だった。ハイレグに代わるセクシーさを求め、大胆なスリットを設けたり、バストの部分をくり抜き、谷間を強調するデザインが現れた。大きな変化としては、ワンピースからセパレートタイプへの移行が挙げられる。 ウエスト部分を露出したアンダーバストまでの上着、ホルターネックチューブトップハーフトップやキャミソーが中心とミニスカートにブーツ、夏キはサンダル、春や秋には7分袖丈の上着を合わせるというスタイルが主流となった。ワンピース時代と比べスポンサーロゴは小さくなったがカラーリングの組み合わせが容易になった。またパンツスタイルも採用されるようになり、超ズボン、 スラックスと短いホットパンツに大別される。この場合もサイドを毛状にしたりカッティングしたりするなど、大胆な露出が施されていた。引き続き、セパレートタイプが主流となっているが、色や素材の違うパターンを織り込んで縫製された、細部にわたる複雑なデザインのものへと変化している。またショートパンツは、ローライズタイプが主流となっている。また、アクセサリー、帽子、 上着もチームによって様々に取り入れられている。さらにスポンサーによっては、ドレスやメイド服、セーラー服など、萌え系コスプレを意識したデザインも登場しており、露出一辺倒からの転換が伺える。もう参照、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。